快晴やで、すごいね。みんな一眼なんて撮り始めちゃって、この子もうバンドが写真あげんぞちょうだいしゃないホテルからタダで乗せてくれるってのは便利だね。パンクしたっちゃ今、ね、怖いんだけどもおお乗せてんね、乗せてんね。快適や、そこまで暑ないね。ね、まあ、今風があるから、ね、降りたら暑いやつが日陰やしね今。こっから近いんやろ、俺のマーケット。パブストリートらへん。パブストリートとは別なんやろ。別、うん、ナイトマーケットも別やったけど。ああ、そうか、パブストリートってまた別もんなんか。別もんや。昨日ホテルまで送ってくれたおっちゃんがさ、うん、言っとったらトヨタばっかよって言ったら、本当にトヨタばっかやね。でレクサスも多いって言っとったよ。マジでトヨタばっかや車。あ、ほんとだマジでトヨタばっかやもん。パブストリートや。あ、いや、ここら辺なんかな。濃いな、なんか。すごいな、ここ。上品。うん。バイクもすごい。ここは？食べ物。食べ物。ちょっと痛いがしれんけど。安いね、でもすごい安いね。3ドルや。道沿いがご飯ゾーンだよね、多分。あー、そういうことか。1個中入ったらもうドンキみたいな買い物ジャングルが待ってるよ、ドンキね。すごい、なんとも言えん匂いがする。すごいね、これマジで。あ、うちね、ここすごい場所やな、ここは。ちょっと、すごい今までに経験したことない凄さやったよ、今。これがドン・キホーテか。これがトモゴジャのドン・キホーテ。うわ、紐の匂いすごい。すごっ。いや、なんか落ち着くな、外は。あー、助かった助かった。お服とかいっぱいあった。いる？あ、まだこれ、勧誘地獄合うやつちゃうか。勧誘地獄合う、でも大人っぽいです。あー、そうか。パッと見るか。こういうシャツって買っといた方が実は後々良くない。出た、また最初の議論実は後々ええんやってきっと。実は使えるっていう、実は使えるっていう、実は一番使うっていう。これ裏側か。ここはどうね。いや、俺も把握できてないけど、多分これで8割方はこんなもんちゃうか、俺のマジってあれが多分広がっただけや。あのトゥクトゥクのおっちゃんと約束したら2時半やまだ3時間半もあってどうしよう。1個ぐらい超えんの、どう。よりによってこれまた持ち帰りにくいものを
胡椒がね有名らしいカンボジア。レッドペッパー、ブラックペッパー、ホワイトペッパーっていうのかな。ちょっとこれすりつぶせるの、そもそもすりつぶすやつあるよ。ついてないよな、多分豆の状態やんな。それ豆。昨日俺が食ったやつ豆の状態で入ってたけど。そうだね。靴地獄や。靴地獄や。地獄やなこれは。すごい嫌やなこれ。なら。グッチ。ハエがすごいな。急に雨が降っていた。音がすごい屋根の。ちょっと今マシャは交渉中です。急に雨降ってきたな。見えんな。13ドルか。13ドル。俺今やろうとしてるのがスニーカーを2個25ドルで。あ、2個、はい、1個じゃないよ、2個ない。もともとは最初1個で25ドルやったけど、いろいろ交渉を1個もっと安くしてくれっていううちに、じゃあ2個買うから25ドルにしてくれって言ったら。いったわ。うん、安っ。実際どんなもんやろ。これ300円とかなのかな。サンダルは実際どこまで下がるのかな。もうちょいいけそうやったけど。もうちょいいけると思う。そうやんな。思ったほど暑ない。死ぬほど暑いかと思ってた。もっと雨すぐ止んだし、すぐ乾いたな。強烈やな。